ソシエ落語竹房が今季5ゴール目シリフリパフをも披露。ガリーガは現地時間9月30日第8節を各地で行い、 MF 久保竹房が所属のソシエダがアスレチックビルバーとのマスクダービーで2点目を決めた。左サイドのブライス・メンデスがグラウンダーのクロスを送るとペナルティーエリア内中央のフディクが触れなかったボールがファーへと流れる。そこにフリーで走り込んでいった久保は狙いすました左足のシュートでボールを枠内左に進めている。久保はボール直後コーナーフラッグまで走り寄ると左もも裏を痛めたふりをした後お尻を突き出して振る。フォーワーク風ボールパフォーマンスでチームメイトを盛り上げた。アルブアッシュ監督は試合後の会見でも生きようよ、チャンスを8回作っても決めなければ何の意味もない、重要なのは決定機を生み出しそれを正確に行うことだ、そして今日我々はとても良かった、相手よりも多くのチャンスを作りそれをものにしたからだ、我々は得点するのに十分なチャンスを作れたし精度が高かった、3対0という結果は妥当だったと思うとコメントし選手たちを称えた。クラブの地元にのフィッシャースでヒットスコアはこの日の久保について、現在のアレアルのスター選手でありサポーターのアイドルだ、有利は最初の不注意で2対0にされるまで久保を完璧に抑えていた、ため問題を引き起こされることはないと思われていた、輝きはなくとも常にこのチームで決定的な役割を果たしていると評し7点最高10点をつけた。ゴールパフォーマンスがキレッキレだったな WW。 英語圏中継見てたら完全にスターで笑った、扱いがメッシ級、現地映像を見ても人気すごすぎる。シリフリフリはなんかの約束だったらしいぞ、スカモを処理するメッシや。いいに、23シーズン、35試合出場、9ゴール、いいさん、24シーズン、7試合出場、5ゴール。アジアカップは1月12日から2月10日までリーグ戦は最大5試合欠場、バルサマドリー戦こそないがビルバオ戦、好調ジローナ戦、バスクダービーは出れない。誇張抜きに久保とベリンガムがラリーガの2大スターみたいになってない。